タスマニア州はオーストラリアの州の一つである。オーストラリア本土の南方海上の位置するタスマニア島と周辺の当初からなっており、州とはタスマニア島内における最大の都市であるホバートである。タスマニアという地名はタスマニア島に初めて到着したと言われているオランダ人の探検家アベルタスマンにちなんだつけられたものである。また過去の記録に基づき、 この島を先住民族が、ルトルイタと呼んでいたと推定されており、この名称も近年使われつつある。タスマニア島の地形図。タスマニア州の地図。タスマニア島の最高峰である、オッサ山。南位41度39分13秒。統計145度57分49秒付近から、見た、タスマニア島の中央部分にある高地。 オーストラリア本土の南東部から2 4 0トルの南方海上に浮かぶタスマニア島は現在バス海峡によって隔てられている。しかし、この海峡は1万年から2万年前の最終表記には繋がっていた。現在のタスマニア島の面積は北海道よりやや小さい。起伏の多い地形でオーストラリア国内においては 山の多い地域にあたるものの、現在この付近で火山活動は見られない。ちなみに、タスマニア島で最も標高の高い地点は、オッサ山の山頂である。なお、気候の不死にもある通り、比較的降水の多い地域であるため、島の中央部の高地から海岸へ向けて何本もの河川が流れており、それを利用して水力発電を行うことによって、 島内の電力需要を賄っている。この島には原生林などの自然がよく残っていたが、近年その破壊が目立つようになってきた。タスマニア島は世界で最もブチレガンが分布する地域である。ジュラキに生成したもので、中央高地はエリントン山に代表される、中上節にも発達する。ホバート付近ではその下にサガンタが堆積する。 南西部には先カンブリア時代の軽岸が、急春な地形を作る。北東から東部には、河口岩が、北西から西部では、火山岩が、南部には、石灰岩が見られる。タスマニア島には4つの季節がある。夏は12月から2月で、最高気温は、海岸で平均摂氏21度、内陸で、摂氏17度から摂氏24度である。なお、 熱波が襲った2009年には最高摂氏42度を記録した。秋は3月から5月で天気が変わりやすい。冬は6月から8月で最高気温は海岸で平均摂氏12度、内陸は雪が多く摂氏3度である。春は9月から11月までだが10月まで雪が降ることがよくある。年間降水量は西部では 海岸の1500ミ、mm、リメートルから雪が多い山地の2700ミ、mm、リメートルへ変化し、人口が多い北部では700ミリメートルから1000ミリメートルと少ない。東部は日照時間が比較的多い。オーストラリア大陸では絶滅したタスマニアデビルも、この島ではまだ絶滅していない。タスマニア島にはホワイトアラビー、ハリモグラ、フェアリーペンギン、オットセイ、イルカ、クジラ、 アワビなどが生息している。トロワナワイルドライフパークでは、タスマニアデビルの繁殖を行っているほかカンガルー、パディメロン、ウォンバットを見ることができる。しかし、タスマニアンタイガーは絶滅したと見られる。タスマニア州の標準時は、後くプラス10時間である。夏時間の開始は10月の第1日曜日早朝、終了は翌年4月の第1日曜日早朝である。 もともとは先住民族であるアボリジニが3万年以上前の氷河期から住んでいたことが分かっており、当時の石器や壁画が発見されている。当時はまだオーストラリア本土とつながっていた。その後、約1万1700年前、氷河が溶け、海面が上がり、タスマニア島がオーストラリア本土から分離し、そこに住んでいたアボリジニの文化も、 独自の発展を遂げたと考えられている。1642年に、オランダ人の探検家であるアベルタスマンが到達し、当時のオランダ東インド外社総督バンディーメンに、ちなんで、バンディーメンスラントと命名された。後に、イギリスからの移住民により、タスマニア島と改名された。しかしこの頃、彼らは、正確な地理を把握しておらず、彼らはこの島を、 オーストラリア大陸の一部だと信じていた。1803年にシドニーから最初の植民が行われた。初期の植民者は流嶺州とその監守であり、南東部のポートアーサーと西海岸のマッカリーハーバーが流刑植民地となった。1826年12月3日にニューサウスウェールズ植民地から分離した。 オーストラリアの植民地政府としては2番目の古さである。同等で起きた流慶州の反乱と日本の関わりとして1829年囚人らが奪取したイギリス戦記プロス号が日本の徳島半沿岸に出没した事件がある。先住民族であるタスマニア,アボリジニとは1830年代までブラックウォーと呼ばれる戦争を起こしたが、 タスマニアアボリジニーたちは、フリンダーズ島へ強制移住させられるなど激減し、タスマニアアボリジニは、ハンティングの獲物にされるといった悲劇を経て、激減している。白人と根血しつつも、末裔は、今もなお存在し、文化を伝承し、権利獲得運動に取り組んでいる。1901年、オーストラリア連邦の成立に伴い州となった。 伝統的な主要産業は、工業、林業、農業、観光である。工業については、19世紀末から続くマウント、ライアルマイニングレールウェイ・カンパニーが1995年の最高を経て採掘している。1990年代に製造業が衰退し、シドニーやメルボルンに移住する熟練労働者が増えた。政府部門が最大の雇用者である。 州民所得はオーストラリア全州で最も低く、州政府の予算はブリスベン市程度の規模しかない。また近年大規模な森林の伐採が行われ、環境破壊が問題となった。2001年以降、経済が飛躍的に回復し、特に本土や海外からの移住増加もあって、住宅価格が上昇した。外資の進出により、アヘン罪をベースにした。 鎮痛剤の世界供給量のほぼ半分を担っている。タスマニア島に設置されているホバート国際空港の様子。タスマニアの名が付けられたフェリー。ホバート国際空港は国際空港と付いているものの、1998年から国際線の定期便運航を停止している。国内線はメルボルン、シドニー、ブリスベーン。 アデレードを結ぶカンタス航空とその子会社の定期便が運行している。また、格安便が就航したことによって航空便を利用する旅客増加した。島内には高速道路含め道路が整備されている。鉄道は4都市と工業、林業のために使われているが、1977年一部観光地域を除き旅客営業を廃止した。州政府が デボンポートとメルボルン間のバス海峡を横断する週6便のカーフェリーを運行している。ありがとうございます。